宇宙って広いですよね。どうもこんばんは、羊の実況部屋フラッフィーノットへようこそ。ゆっくりしていってくださいね。さあ今日はマインクラフトやっていきましょう。で今日は羊の牧場を作りたいと思います。はい、たくさん友達作っていく。はい、ということで見てもらったら分かるんですけど、ちょっと家を広くしました。家はね、ちょっともう別のとこに作っちゃおうと思って、はい、拠点を、もうここじゃなくて、もうちょいなんかね、これからもっといろんなとこ探検して、いい場所見つけて、そこで家作ろうかなと思ってるんで、はい、とりあえず、今はこんな感じにしておきますと。ということで、一応下準備を動画外でしたんですけど、あれ連れてきてないな、僕。あれれ、ピーブって入ったんだい。まあ、見た通りここに牧場をこうやってね作ったんで、今日はここに羊を連れてきたいと思います。来ようとしたけどなぜか一匹も入っちゃってる。まあいいよ。で僕今家に飼ってるこの一匹も連れてきたいと思います。出てこれないんです、先に。もうダメで、はい、でどこ行った？あれ？どこ行った？羊ってこれ繁殖するんですよね。だから何匹か連れてきたらもう餌あげて繁殖させたいと思います。あ、いたいたいた。さあ、黒羊さん、おいで。あ、来た来た。なんで？はい、おいで。いや、なかなかね、もういきなり黒羊ってなかなかレアですよ。珍しいですね。知らんけど。はい、君たち繁殖するのかい？あ、キラリマリさん、かわいい、かわいい。ちょっとここにね、羊をこうやって増やしていこうかなと思います。じゃあ羊探していきましょう。普通にね、ノーマルに羊さんもね、あ、いた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 、おいで。おーおーおお、来た来た。え、なんか羊って色変えれるんですよね。だから、ゆくゆくは、ね、いろんな色の羊を作っていきたいなと思ってます。すごいね。なんかこの辺いっぱい羊いるんで、多分すぐ連れてこれると思う。はい、おいで。はい、かわいい。はい、かわいい。前回作った畑も素晴らしい。やっぱね、いいね。小麦最高ですよ。あとパンいっぱい作れるから。さあさあさあ、どんどん連れてこようか。多分こっち側にいっぱいいるんだよな。いないな。あれね。前いたんだけど、こっちが来たんだけど。あ、いる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 。あれ？ 2 匹いるんじゃない？あれ。いいねー。おいで。2匹ともおいで。よーし、来た来た来た。よーし、来た。あれ？これ、虫さんも来るの？虫さんもいい。あ、やばい。暗くなってきちゃった。虫さんは虫さんで、また別のね、なんか、牧場作ってあげるから、ちょっと待って。あ、おいで。寝ようか。やっぱね、夜はまだ怖いです。はい、武器ないんで、武器と防具全然ないんで、ちゃんとしたのが。もっとあれですね、今度はダイヤモンド取りに行ったりとかして、強い武器防具を作りたい。うっさん、うっさん、ごめんね、今回うっさんじゃないんだよ。ウッサンダメよ、来たら。あれ、羊ちっちゃいの産んでるね。あ、やっぱ黒と白でもいけるんだ。ウッサン来ちゃダメよ。ウッサン来ちゃダメよ。おいで、なんで使えてんの君たち。これ、おいで。ウッサン来て、なんで君たち使えるの。やばい、ウッサン違う。ウッサンは違うの。あ、来た来た来た。ウッサン。あれ？アヒルさんも違うでしょ。はいはいはい。よし。こんな聞いたらいいでしょ。さあ、
繁殖させてくれよ。さあ、おたべおたべ。一産違うんだ。ねえ。あれ、生まれてるね。生まれてる。今日は、特にもうやることないんだけど、何したらいいですか？皆さん。あ、これ、あれですね。アヒルさん、ちょっと増えちゃったんで、記録しました。増えてる。何してんの君たち。ほら、あげるから。さあ、こっちがいい。もっとね、いろんなとこを探検しに行きたいですね。意外とちょくちょく行ってるんですよ、動画外で。動画外で行くのやって話ですね。あの、石炭とか取りに行くと、どうしてもやっぱ行かなきゃいけない。なんか、いろいろ、まあ自分でも調べたりしてるんですけど、なんか自動装置みたいなやつ、あれ作りたいですよね。そしたら楽じゃないですか、今後。だから、そういうのも作っていきたいなと思いますね。ついここにいる、大丈夫ですか？いや、この前、自分の顔でリフティングしてたら、近所のおばさんの家の庭に顔飛んでっちゃって、おばさん拾ってくれたんですよ。そしたら優しい笑顔で、女性は顔が命だよ、大切にねって言って返してくれたんですよ。この世界も捨てたもんじゃないですよね。なんかもっといろんな色の羊いないかな。ちょっと羊探しましょうか。この村もね、そろそろちょっと探検したいですね。その村もね、ちょっとちらっと見たんですけど、すごいですよ、ここ。あ、そうだ、ここの羊連れてこようか。なんか見たいよね、動画序盤、一番最初の動画だったかな。そこでね、羊と対面したんですよ、初対面。どうだっけ？で、これ見てください、これ。これ何ですか？人参なんですかね？村のもんだから勝手に取っちゃダメかなと思って。まあ、取ってないんですけど。あ、ここだ、ここだ。ここに羊いるよね。あ、いた。あ、ほら、茶色じゃん、ここの。連れてこう。おいで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれ、ごめんなさい、バレました。ごめんなさいね。はい、おいで。茶色欲しい、茶色。あら、いっぱい来てる、いっぱい。グレーいる、かわいい。あらららら、5回来たの。あらららら、みんなおいで。ここ削っちゃいますね。戻っていきます。あー、おいで、あー、おいで。あれ、茶色来てるね。オッケー、おいで。さあ、おいで。やばい、村の人に怒られるかな。友達いっぱいだ、みんな友達仲良くしてね。みんな仲良くしてね。あれ、僕んちどこ？あっちか。これ大変だな、移動させるの。うわ、すごい、グレーいる。おいで。やっぱあんまり繁殖しすぎるとゲーム自体重くなっちゃうんですね。ちょっと重い。あれ、クマいなくなっちゃった。おいで。お友達できたよ。今日からみんな家族よ。よろしくね、みんな。おー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 おお、やばい、待って。小麦ない、小麦なくなるって。マジか。はい、まあこんなとこでいいかな、今日は。じゃあ皆さん、経過を楽しみに待っててください。じゃあ今日はおしまーい。固まっちゃった、固まっちゃった。はい、ということで、ちょっとね、羊さんたち固まっちゃったんですけど、やっぱあんま増やしすぎてよくないんですかね。まあまあまあ、はい、今日はこんなところですかね。次回どうしましょう。何やったらいいんですかね。なんか考えときますわ。はい、なんでまた次回も
楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、毎日耳たぶをライターで炙ってるよっていう耳フェチはチャンネル登録、高評価、どうかよろしくお願いします。 Twitter、インスタもやってるので、よければフォローよろしくお願いします。概要欄、説明欄にリンク貼ってあるので、ぜひ最後までご視聴ありがとうございました。運命に抗ってみたいですよね。ではまた、良い夢を。